リニューアルした日光猿軍団チャンネル。今回はみなしござる絹の成長物語、その第1話です。ゴールデンウィークでにぎわう日光猿軍団劇場。そんな大忙しの真っただ中、一匹の猿が保護されてやってきました。それは生まれて間もないオスの赤ちゃん猿でした。すぐさまミルクを飲ませようと、サイズの合う乳首をテストしてみたところ、吸い付いて離れません。よほどお腹が空いていたのか、用意したミルクをすごい勢いで飲み始めました。赤ちゃんとはいえ、やっぱりお猿さん、器用に足を使って飲んでいます。この日から日光猿軍団の一員になった赤ちゃん猿、名前は絹と名付けられました。鬼怒川温泉の絹です。絹はみんなに可愛がられて、すくすくと育っていきました。そして一月ほど経った頃、すっかり落ち着いて、この食欲です。ミルクだけじゃなく、固形物も少しずつ食べ始めました。美味しい。今日、絹の世話をしているのは、猿回し歴18年のユリアさん。絹がここへ来た時のことを、ユリアさんに詳しく聞いてみました。来たのは突然来まして、ある時、ご近所の方だと思うんですけれども、自動車に乗っていたら、お猿さんを跳ねてしまったらしいんですね。その人の話によると、車で農作業に向かう途中、道に一匹の猿が飛び出してきたそうです。急いでブレーキをかけたのですが、間に合いませんでした。車から降りてみると、引いてしまった猿は道路に横たわって動きません。しかしその腕の中には小さな赤ちゃん猿がいたのです。しかも毛が一つしていませんでした。お母さんが昨日守ってくれたのかなって言ってみんなで話してたんですけど、みなしごになってしまった絹、これからどんな生活が待っているのでしょうか。入れたりとかする、もう基本的に多分群れから離れてしまったら、群れに戻すっていうのはすごい難しいと思います。やっぱりすごいその群れの仲間意識というか、日本猿はすごく強いので、自然に返すってことも考えてない？今まで一度もそれはやったことがないですね。やっぱり生きていくのは大変ですよね。これから育てていくのに難しいところってどうなんですか？そうですね、やっぱりすごく可愛いじゃないですか。だからこうよしよししたいんですけれども、あんまり甘やかしすぎると、人間に対してもう甘えが強くなってしまうんで。でもちっちゃい時にお母さんとはぐれてしまったので、愛情はしっかりとかけてあげないとはいけないんですけど、その微妙なラインがやっぱありますね。手厚い保護を受けているキム。しかし、いろいろなことを自分一人で覚えていかなくてはなりません。まずはじめは、
猿同士のコミュニケーション。今日はおとなしい性格のお猿さんに合わせてみたのですが、嫌がって離れていきました。一体どうしたのでしょうか。お猿さん同士のコミュニケーションで一番大切なのが毛づくろい。この毛づくろいの仕方で猿社会の上下関係が決まるのです。毛づくろいの仕方を知らないキヌは受け入れてもらえなかったのです。キヌの友達は当分このおもちゃのワンコ。これからもキヌの成長をお届けしていきます。お楽しみに。チャンネル登録よろしく。